キューリック銀座スキハ橋ビルは、東京都中央区銀座4丁目にある建築物である。1996年3月、水保銀行系列の不動産会社である、日本橋工業は銀座4丁目の晴海通りと、銀座並木通りの交差点に面し富士銀行の支店などが入居していた、スキハ橋富士ビルを取得。二千七年より、ルイ・ヴィトンが大型店の出店を計画して建て替え計画が、 進んでいたが2008年末に断念。代わって2009年3月にアパレルショップのギャップが期間店の進出を発表。新たなビルは2009年2月に着工し、2011年3月に竣工した。投資予定金額は63億円と報じられている。1階から4階まではギャップフラッグシップ銀座、他4フロアと1階 ATM コーナーは、 水保銀行銀座支店が沈着する。カーテンウォールの外側に取り付けられた銀座の柳をイメージしたアルミ大カストと川もをイメージした青いガラスで構成されたファサードが特徴で大カストは職人の手により一本一本曲げ加工が施されている。晴海通りと並木通りの交点の店舗、出入口前には空地が取られ歩行者の往来をスムーズにしている。 都市ガスは引き込まれず、オール電化が採用された。建て替えに際しては、中央区の地区計画制度を利用し、溶石率と高さの緩和を受けている。地下2階で、東京メトロ、日比谷線他の銀座駅に直結し、西側は銀座クリスタルビル、北は塚本蘇山ビルに隣接する。ヒューリックは本ビルの他銀座地区2や、ヒューリック銀座ビル、ヒューリック銀座7丁目ビル、 ヒューリック銀座2丁目ビル、二遊投機用ビルなど、複数の物件を所有している。ありがとうございます。